はい、こんにちは、ブルコスです。本日もね、バイオハザード4やってまいりましょう。前回ね、アシュリーちゃんをね、無事ね、救出することができまして、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やってまいりたいと思います。前回ね、無事にね、アシュリーちゃんを救出することができまして、見てください、この元気ピンピンね、もうちょっとで、ね、お尻パンが見えるかもしれないっていうね、感じでね、今日もね、セクシーにやっていこうかと思います。ちょっと聞いてね、あれ？おかしい。あんなことになるなんて思ってなかった。手落ちもいいとこだわ、マジで。何やってんだ。いやー、本当に。いやー、びっくりしたわー。一瞬だったね、本当に。もう思わず言葉が出なくなっちゃった。はい。じゃあ、違うんだよ。そうじゃない。違う。貴様よくもっていうのをやりたかったわけじゃないんだけど。あれ？ちょっと待って。この距離でアシュリーついてこないの？やばくない？あるよね、切り替えていこう。ちょっと最近楽しい話があって、楽しい話っていうか、楽しくなるかもっていう話なんですけどね。ちょっと前のパートで話したかな、これで話したのか、エイダーズスパイの時に話したのかちょっと忘れちゃったんだけど、前職で新卒で一緒に入った同期が今カメラマンのフリーランスのカメラマンをやってて、で、そいつ名古屋に住んでるんだけど、ちょっと近々ね、近くに遊びに来ると、遊びに来るっていうか、あれなんですよ、旅行に行くついでにブルーホースのところ寄るわみたいな、ついでで来るみたいな話になってるね。それが月末くらいかな、会えたら会おうぜみたいな話をしてるので、ちょっとそいつとね、久々にね、会うのがすごい楽しみなんだけど、カメラマンだからね、せっかくだからカメラ撮ってほしいなと思うんだけど、やっぱりね、プロのね、フリーランスとしてやってる以上はね、撮ってもらった分ちゃんと正当な報酬をお支払いしてっていうことをね、やりたいとか。そこら辺やっぱりね、友達関係だからただにしてとかっていうのは良くないかなと思うんだよね。っていうのもさ、やっぱりプロになるためにそれなりのさ、そのね、費用とかさ、技術を磨くためのさ、時間とかかけてらっしゃるわけだからね、そこに対してさ、友達だからタダでやってよとかっていうのは、それはやっぱちょっとずうずうしいかなと思うんでね。ここら辺はやっぱりね、やるべきことっていうのはきちんとやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど。だから楽しみだな。だからリアルに会うのは、本当に何年ぶり？いつ会ったっけ？多分会社にいた時くらいだから、俺もやつも18年に会社を辞めてるから、もうかれこれ4年半ぶりくらいか。その年の18年の1月に会ったくらいだから、もしリアルに会うとしたら4年半ぶりくらいなのかな。4年半もあったらな、あいつなんか多分激しそうな頭してたから。ごめん、アシュリー。ロケランで吹っ飛びより燃える程度ならいいでしょ。4年半だったらな、あいつ多分相当老け込んでるだろうな。ゲーム配信やってるんですよね。ゲーム配信やってるやつなんで、なんて言ったら、スマブラとかね、スマブラとか、カービィとかもやってた時期あったのかな。そんなこんなで、僕と違ってチャンネル登録者数はちゃんと1000人を超えてるっていうね、学生さんとかを中心に、招いて、で、リアルで、VTuber って言ったらいいの？ライブ中継をしながら、生配信をしながら、普通に、プレイをしてるっていう。でそこにそのコミュニティみたいなのを作ってね、集まってやってるっていうのがあるんで、名前をね、プッと出すとね、サウスチャンネルっていう、カタカナでサウスチャンネルっていうのがあるんで、ぜひね、興味がある方とか、スマブラとかでね、対戦してみたいっていう方、スイッチのスマブラだから、X なの？X じゃないの？わかんない。スマブラ、スイッチのスマブラをやってる方になりますんで、興味ある方はね、興味ある方ね、ぜひそっちで、そっちにも遊びに行ってみてもらえたらいいかなと思いますね。すごいね、優しいやつなんですよ。優しくて一生懸命頑張るタイプなんで、
ったちょっとねなよっとしてる感じのタイプなんで、まああの母性あふれるかつあの包容力のある女性からしたらすごい魅力的な人かもしれないけどね、逆にその引っ張ってってっていう風に思うタイプの女性だったらあんまちょっとおすすめしないかもしれない。まあわかんない、フリーランスでね自分で生きていくっていうことをねあの決めた男はやっぱ強くなっていくかもしれないから、まあ どうなんだろうなやっぱ人間ってなんかね決意して独立してってなったら、意外とね人間強くなるもんだからね。だから僕みたいにねサラリーマンであの何かにしがみついて生きているっていうタイプの人間はねどっかでやっぱりね弱いんだと思うよ。フリーランスみたいにさ失礼、フリーランスみたいにさなんかどっかでね、あのどっかでじゃない、自分のそのね営業力とかさ技術力とかさ人脈とか全て自分の次第であの上下するような生き方をしている人たちからすると、やっぱりもうね本当に自分次第で生きるも死ぬも決まるみたいな感じだからさ、そういう意味ではそりゃ比べ物にならないくらい強くなるよねとね。あとはその僕の友達なんかで我からっていうね我の殻を破る、だから自分の殻を破るっていう意味で我からっていうのがいるんだけど、それの合同会社かその代表をやってるねあのたっちゃんっていう人がいるんですけど、そのたっちゃんなんかもねあのフリーランスとして最初始めてで合同会社を立ち上げて、だから自分がねちょっとねその対人恐怖症っていうのがあって同じような悩みを持っている人たちの、あのまあなんて言ったらいいんだろう、伝道師じゃないけど、まあまあ助ける、助けたいっていう思いがあって会社立ち上げたっていう。僕こんな風に普段偉そうにいろいろ喋ったりとかしてますけど、やっぱりね実際なんだろうな、あの人の目はすごい気にしちゃうタイプだったりするからね、あの一回ねそのたっちゃんにカウンセラーを受けてみるっていうのはありなのかもしれないかなってちょっと思ったりはするけど、なかなかね大学の同期とかに、ね、そういうの教わるっていうのね、あの別になんかあるわけじゃないけどちょっとこっぱずかしかったりするよね。まあでも結局なんだろうな、そういうのってあの本当に究極の関係がない限りはあのなんか友達とかね家族とかっていうところに行き着くんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい、さてさて、最近嬉しいことっていうのはね娘の成長が著しいんだよね。もうとこ歩くようになってきたし、やっぱ一日一日のねそのね娘ちゃんのね成長をね見るっていうのがもう今はもう楽しくて楽しくて仕方がないっていう感じだね。最近ちょっとお悩み相談みたいなのでその下乳、あいいね、このバストでさあのくびれでさであの腹筋でしょ、相当やってるよね。でまあまあ そんなあの話はいいとしてですね、まあまあそうそう、で この間びっくりしたのがさ、びっくりしたっていうのがそれ驚かされたっていうのが、嫁から急に LINE が来てで商談をしてたんですよ。でたまたま携帯が開きっぱなしででなんか通知が来たなと思って画面がパッと開いたらなんかちょっと見てって、ね、なんか強調した LINE のメッセージが来て、ちょっと見てえ なんかやばいことでも起こったのかなって思ってすごいドキドキして、もうなんか商談がその本来だってまあ30分から1時間くらいで商談っていつも終わらせるんですけど、めちゃくちゃ長くて2時間かかってたんですよ。でその LINE が来た時点で1時間くらい経ってて、でうわ何と思って、でまあウェブ商談だからね、あの1人しかいないからスマホ見ることできたんだけど、でねチラッと見てみたら、ちょっと見てって言って、で何ドキ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 って、そっから1時間もう頭の中に全然入ってこないんですよ商談の中身がね。であの結局何だったんだろうって見てみたら、あの娘ちゃんがもう成長著しい姿ね、あのとこ歩いてるところがねついに来たみたいな感じで送られてきて、ただ喜びの報告だったっていう、ね、だけの話だったんだよ。話だったんで、なんやねんと思ったけど、まあまあまあいい、嬉しい話なんだけど、嬉しい話なんだけど、一方でこっちはどれだけドキドキさせられたかっていうね、そういう話だったんで、だから皆さん、あの誤解を生みかねないね、ちょっとサムネじゃないけどさ、一言ってのはちょっと注意した方がいいよ。心臓に悪かった、めちゃくちゃ心臓に悪かった。そのこと話したら嫁あの謝るところがただただ爆笑してきたっていうねまあ仲睦まじいと思っていい感じかなと勝手に思い込んでるんで、まあ、それはそれでいいかなっていうところだけど、
じゃあこれねパート1って1周目の時に超苦しめられたところだからね、もう本当に遠慮なくね、ぶちかましていくよ。ぶちかまして、ぶちかまして、ぶちかまして、ぶちかましてね、やっていきます。もう一瞬でバブルスって言われちゃって、一瞬でバブルスって言われて、意外とでもあれだよね、ルイスもなんだろう、射的センスあるよね。これ普通に打ってさ、あ、避けてるちゃんと。あーちょっと待って、俺がやろうと思った。あーちょ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 、あ、終わった。じゃあ終わってない。むしろなんか固まってる。ふい。これじゃあロケランはルイスあれなんだな、食らわないのかもしんないね。あー打ちやがったな、打ちやがったなって、爆撃しやがったなっていう、そんな感じになるからね。ロケランはあれだね、パソコンで使うとラグじゃないや、なんかカッつくね。痛い。あ、向こうからあれか、ナイフ。ナイフじゃない、斧が飛んできた。ちょっと待って。クロスソウルしてないこれ今。あ、やばい。デブが来てる。ふい、キー。よいしょ、オーケー。借りができたな、レオン。あ、ん？あ、何？じゃあ後ろで捕まってたかなんかした。オッケー。ちょっと待って。寄生虫。寄生虫が発狂してる最中で、バブルスって逃げちゃっちゃ。あ、いや、楽だったね。やっぱロケランを使う醍醐味っていう感じだね。サクサク。サクサクっていうかさ。さあ、ということでね、本パートも以上とさせていただきたいと思います。いつもの通り、ね、雑談に付き合っていただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら嬉しいです。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンと、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。お疲れ様でした。さよなら。